さあ皆さん、関西学院行ってみたいと思います。今日の全体像はこちら。段落は4つ。そして設問形式はこういう感じですね。空小10問題5問、そして内容1問題4問。これを行ってみたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落でございます。一読していただいた後、こちら空小1番ですね。皆さん、選択肢これでございますので、検討をお願いします。そしてこれも空所の左側、天気の話をしておりますので、それにつながる選択肢選んでいただいたかと思います。で、選択肢の A は絶滅、B はテラス、で、C は大気、で、D は大陸。ときたら、皆さん、これはもうアトモスフィア、大気で良さげですよね。で、もちろん空所の右側、このあたりもヒントでよろしいかと思います。地球上どこででも経験ができるもの、体験ができるものですね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて内容1問題でございます。まずは選択肢の A ですね。これが合ってるか間違ってるか検討をお願いします。で皆さん、この文頭の Two good examples、 それが段落の一番最後の文章中に書いてますよね。ですから皆さん、ここを熟読していただけますと、選択肢 A の文末 Snowstorms、これの話はこのあたり書いておりませんね。ですから選択肢の A は×ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。昼食皆さん2箇所ついてますからね。こちら参考なさってくださいね。で、それで皆さん、まずは選択肢の B、 本文と合ってるか間違ってるか、それを一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢の一番文頭、それが段落の一番初っ端に該当しますよね。で、選択肢の B のこのあたり、それがここですね。そして選択肢の後半、激しい雷雨の話もこのあたりですね。完全に合致しますので、選択肢の B、こちら正解でよろしいかと思います。さあ、続いて選択肢の C ですね。これも合ってるか間違ってるか、検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢の文頭、このあたりですね。フジタスケールということですが、皆さん本文ここでよろしいかと思います。ですが、本文どこを見ていただいてもここですよね。犠牲者の話はしていないですね。ですから選択肢の C は×ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。まずは空所2番ですね。検討をお願いします。皆さん、これは空所の左側、嵐とかハリケーンですね。そこと空所の右側、命、それの関係性を考えていただけるといけそうですね。そうすると、まず選択肢の A、 皆さん、嵐やハリケーンは命を救ってくれますかね。もちろん甚大な被害をもたらすわけですから、救いはしませんよね。どちらかというと命を奪う側ですよね。で、選択肢の B すっ飛ばして C、 これは人を昇進させる話ですからね。人事の問題でございます。で、選択肢の D は回復する。皆さん、これだと命を回復、まあ一遍なくなったのかっていう話になっちゃいますね。ですが、選択肢の B、クレイム、これ皆さん、後ろ目的を人の命を置いていただいて、その人の命を奪う。確かにこのような自然災害は命を奪いますよね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所3番、検討をお願いします。さあ皆さん、これはエネルギーを点々点ということですが、皆さん、このあたりがヒントになってますよね。吸い込むんですよね。そうです。暖かい空気を吸い込むわけですから、選択肢の A、エネルギーは減らないですよね。逆にエネルギーは増えるはずでございます。で、選択肢の B、classify、これだと皆さん、分類するですよね。皆さん、どこにもなんか仕分けをしている様子はないですね。で、選択肢の C は、監督する。見張ってるんでしょうか。となってくると D ですよね。蓄積する。そうです、エネルギーを蓄積するんですよね。それは皆さん、空気を吸い込むわけですからバッチリでございます。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、内容1問題でございます。こちら選択肢の D ですね。合ってるかどうか検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢の D の後半でございます。ハリケーンが陸に近づいてきておりますよね。で、そのあたりの話をしているところをここで三角括弧でくくってみました。ですが、そこを読んでもですね、皆さん、ハリケーンが弱まっている。
そんな話はないですね。ですから選択肢の D は×ということでよろしいかと思います。さみさん、第4段落前半でございます。まずは空所4番ですね。こちら選択肢でございますので検討をお願いします。まずは空所の左側ですね。 L2 にはフレーズだと言ってるわけですから、選択肢の A、 これだと定期購読になっちゃいますね。まあ本を読んでるわけではないので A はダメそうですね。で、選択肢の B をすっ飛ばして C、 これ宣言するですよね。で、皆さん、宣言するんであればその宣言する内容がどこかにあるはずですが、パッと見ないですね。で、選択肢の D、 これ皆さん促すとか刺激する。で、皆さん、プロンプトときたら、トゥーフ停止ですね。そうです。トゥーフ停止する方向へ促すわけですが、今回はやはりそういう表現ないですね。となってくると、B、adopted、採用する。ですから、今回は、エルニーニョというのは採用されたフレーズなんですよ。それは異常なほど暖かい海流。それのために選ばれたんですね。ですから、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所5番でございます。検討お願いします。さあ、これは空所の前後の関係でいけそうですね。で、選択肢の A をすっ飛ばして B。これだと引っ越すになっちゃいますね。まあ、L2 には人ではないのでダメそうですね。で、選択肢の C。まあ、これは知らなくてもいいかと思うんですが、turn in。足とか指などが内側に曲がるという意味ですからね。これも人ではないのでダメそうですね。ただそれが分からなかったら一旦保留でもよろしいかと思います。で、選択肢の D、 absorb、 これは後ろに前置詞 in を伴って、あの有名な表現ありましたね。そうです、人を夢中にさせる。ですが今回人の話がないですね。となってくると選択肢の A、 それ results in、 ご存知の方多いかと思いますが、リザルトの左側が原因で、リザルトインの右側が結果。そうです。因果関係をもたらす表現でしたね。で、今回エルニーニョが原因となって、降雨につながっておりますので、正解は A ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは括弧1番、クレイン。代表的な和訳は、うにゃうにゃ要求するでしたね。そこからイメージでございます。そうです。自然が要求しているのは人の命ですね。そこから命を奪う。この意味につなげていただけると OK です。そして、カッコ2番、adopt。基本はうにゃうにゃを採用する。そこからエルニーニョなどの新しい名前を採用する。それによって我々がエルニーニョと呼ぶようになるんですね。で、皆さん注目していただきたのはこの名前。ここを意識しておいてくださいね。そして、カッコ3番、prompt。皆さん、促すという意味でいいんですが、大事なのは後ろの形ですからね。もちろん他動詞ですから、後ろは目的語。で、皆さん、ここに right。それを適切な形に直して入れていただけますか？と言われた場合は、to right。つまり、to 不定詞を伴うんですね。で、もちろん意味はこちら。目的語に to be するよう促す。ですから、あなたにその本を書くように促したのは何ですか？という感じで OK です。そして、カッコ4番、result in。まあ、これは皆さんご存知の方多いかと思いますが、左側が原因、右側結果。つまり前後は因果関係でしたね。ですから甘いものを食べることが原因で、結果的に虫歯になっちゃいます。そういうことがよくありますよね。という感じですね。そして、カッコ5番、absorbed。で、その右側これですね。read の形を正しい形。それに書き直していただけるとよろしいかと思います。もちろん、in プラス ing でしたね。そうです。be absorbed in ing。うんたらかんたらすることに夢中になる。こういう熟語が品質ですよね。ということで、品質のものをまとめてみました。もちろんこれを効率よく覚えていただくために画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方はどうぞ。で、皆さん画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸10番。そこに入る表現をスラスラ言えるようにですね。小テスト代わりに使っていただけると幸いです。ぜひ活用してくださいね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。